世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は K国と日本の慰安婦問題に対する海外の受け止め方、そして実際の外国人の反応をご紹介していきます。第二次世界大戦中に日本帝国陸軍が20万人もの K国人女性を強制連行し慰安婦にしたという疑惑について裏付けの取れない主張が現在も拡大しており、長年にわたって大きな問題となっています。ですがそれらは主に K国からの主張です。慰安婦たちの主張を裏付ける証拠を求めてアメリカ政府は日本円で約30億円を超える費用をかけ大規模な調査を行いました。約7年の歳月をかけて大勢のアメリカ政府職員や歴史学者が過去の公文書を徹底的に調査した結果、有力な証拠は何一つ見つかりませんでした。結局30億円が無駄に費やされたのです。数多くの裏付けが取れない主張が今もなお次々と出されていますが、K国人の主張は裏目に出てしまうことがあります。その当時の K国は実際のところ日本の一部であったため、日本軍には K国人の兵士がたくさんいました。そのため日本軍が20万人の女性を強制連行したのが真実であれば、K国人兵士が K国人女性の強制連行に加担していたことになります。 K 国は日本が数十万人の K 国人女性を慰安婦にするために強制連行したと言いますが、K 国人男性が日本軍の行為に反抗して戦ったという証拠は残っていません。ということは K 国人男性には K 国人女性を守ろうと拳を振り上げる人間が一人もいないほど臆病者なのだと我々は信じればいいのでしょうか。しかし現実は私たちもよく知っているように K 国人は臆病者などではありません。この事実を踏まえて考えると現在の K 国人の主張は全て嘘だったと考えられます。 K 国人は日本を憎んでいる人が多いかもしれません。しかしその主張が真実でないとしたらそれは許してはならないことですし、どんな思いがあろうとも嘘をつくことはいけないことです。朝日新聞では以前慰安婦を強制的に奴隷としたという K 国の証言を何の裏付けも取らず報道したことに対して謝罪をしています。しかし日本の慰安婦問題に対する海外からの印象はしばらくの間は良くないものでした。1944年にアメリカ戦争情報局によって提供されたレポート49には20人の K 国人慰安婦に関するインタビューで、慰安婦は高級売春婦であると明確に述べられています。レポートでは彼女たちを性的な奴隷などではなく賃金が支払われている売春婦であると明確に同定し、将校ら軍人たちとスポーツイベントやピクニック、エンターテインメント、ディナーに一緒に連れて行った様子について掲載しました。また K 国に駐留するアメリカ軍の慰安婦であった K 国の女性グループが K 国政府を訴えたことがありました。当時アメリカのメディアは即座に彼女たちは慰安婦だと報道したものの、日本の慰安婦問題については性的な奴隷であったという見方を変えませんでした。しかし当時日本軍とアメリカ軍の基地の双方はそれぞれ慰安婦所を持っていて、そこでは慰安婦にお金を払っていました。日本とアメリカは同じことをしていたはずなのです。ところが近年日本だけでなく各国の報道各紙でも慰安婦問題の現実に気がつき始めているそうです。日本の慰安婦は奴隷ではなくお金をもらっていたという事実はしばらくの間どこでも取り上げられることがなく日の目を浴びませんでした。しかし海外のメディアでは調査を続けるうちに K 国側の矛盾に気づいていき、それを報道してくれるようになったのです。例えば数年前は K 国人女性が40万人さらわれたと言っていたのに、最近は20万人がさらわれたと話が変わってきていること、 K 国側の主張は人権侵害を訴えることが目的ではなく日本や海外の国々を争わせ分断させる目的であること、矛盾している K 国人の誠実さに欠けた主張の違和感にやっと世界が気づいたのです。当時のことはタイムマシンでもない限り見ることは不可能です。そのため双方で主張が食い違うのはある程度仕方のないことかもしれませんが、
日本側が何度も謝罪をしたりお金を払ったりしているにもかかわらず、たびたび主張を変えて再度謝罪やお金を求めてくる K国の態度はとても誠意のあるものだとは思えません。このように数十年にわたり日本と K国では慰安婦問題が深刻ですが、外国人はどのように考えているのでしょうか。実際にインターネット上に寄せられた声を見ていきましょう。日本は K国に対して何回謝罪しなきゃいけないの？日本への訴えは終わることがないように見えるし、まるで日本は永遠に支払いを続けなきゃいけないかのようだ。少なくとも今でも支払いを要求するのは公平ではない。責任者の人たちは亡くなっているんだから。私もあなたの意見に同意します。日本は今まで K国に対し何度だって保証をしてきた。それに最終的かつ不可逆的な解決をしているんだから、 K国のトップが変わるたびに日本は保証をしなきゃいけない。どうしようもないね。もし K国が日本に対して謝罪を求めるなら、 K国はベトナムに対して謝罪しないと。前にこういうニュースを夫と見ていた時に言ってたんだよね。 K国政府は何か問題が国内で起きるといつも国民の目をそらそうとするねって。歴史は忘れちゃいけないが、過去に生きるな。繰り返すけど、忘れてはいけない。実際にはお金目的ではないよ。K国は日本に嫌がらせをしたいだけだから。今 K国にある技術って、元は全て日本のものなのにね。都合よくもらうものだけもらっておいて、都合の悪いことは文句を言うだけ言う。それが K国という国だ。これはもう国際機関に任せた方がいいんじゃないの？国内の裁判所では身内びいきになるに決まっている。1965年の条約締結以降、日本は何度も謝罪と保証をしているよ。 K 国は政治手段として使っているだけ。本当に情けない国だよね。1998年の経済危機の時に K 国は日本から多額の援助を受けている。だから K 国こそ日本にお金を返さなきゃいけないんだよ。 K 国を破産から救ったんだから、日本には賠償金を支払う義務はない。今までどれだけ日本が K 国を助けてきたと思っているんだ。もっと他人に対して思いやりを持ってくれよ。恥も外聞もなくお金が欲しいんだね。ベトナムも K 国を訴えてほしい。その時 K 国は沈黙するだろう。そして日本には足りないと言うんだろう。 K 国民はどう思っているんだろう。政府の声じゃなくて国民の声も聞いてみたい。慰安婦の女性たちが求めているのは実際には保証ではない、日本という国からの真摯な謝罪なんだよ。いくら父親が被害者に謝ったとしても、その後子供たちに自分の過ちを伝えなかったり過去を否定したりしたら、それは真摯とは言えない。私が日本政府なら、K国に屈服することはない。あとは K国内の問題なんだし、いくら日本がお金を渡しても解決なんてしないよ。この先何世代にもわたって続いていくはず。日本はもう K国と断交していいんじゃないの？日本は約束を守り続けたのに、K国はそれを受け入れなかった。もうお金をもらえなくなっちゃうから。K国は条約を破っている。彼らは信用できないということを、その事実がはっきりと示しているよ。以上が外国人の実際の声です。何度も謝罪や保証を行っている日本に対して、何度も同じ要求を繰り返す K 国を批判する声が多く見られました。正直、過去のことはわかりませんし、傷ついた経験をした女性がいたことは少なからず事実でしょう。それは現実として受け止め、忘れてはいけないということを日本人は覚えておかなければなりません。しかし海外の反応にもあったように、過去にいつまでもすがって状況を変えていかない姿勢は不誠実と言えるのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。皆さんは K 国政府の発言や対応についてどう思われますか。もしよろしければコメントお願いします。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。